台風13号の大雨の影響で発生した土砂崩れのため孤立している茨城県日立市の集落に水や食料がヘリコプターで届けられました。日立市十王町の集落では台風13号の大雨で集落につながる唯一の道で土砂崩れが複数発生し通行ができなくなりました。孤立した集落では断水も起きていることから県は午前11時ごろ防災ヘリコプターで8世帯14人の食料7日分と水300リットルを届けました。厳しいですね。生活泥です。水は全然出ません。こっち簡易水道なんでシャワー浴びたりお風呂に入ったりっていうのができないからやっぱり辛いですよね。日立市によりますと道路が復旧し孤立を解消するのに早くてもさらに1週間かかるということです。